ハノイドンダン線は、ベトナム社会主義共和国の首都ハノイ市、ドンダー区のハノイ駅とランソン省カオロック県のドンダン駅を結ぶベトナム鉄道の路線である。中華人民共和国との間の国際列車も運行されている。ハノイ市からバクニン省、バクザン省を経由してランソン省のドンダンに至る。全長は162キロメートルであり、ザーラム駅。 ドンダン駅間は 1000mm と 1435mm の3線、機上である。ハノイドンダン線の建設は、普通インドシナ時代の1890年に始まり、1894年に最初の区間が開業した。当初は 600mm のナローゲージであった。当時のインドシナ総督であったポール・ドメールの下で、鉄道建設は急速に進み、1902年には、 清との国境であったどんだんまでへ延伸された。同時に、機関も千ミリメートルに改めきされた。ベトナム民主共和国成立後の1954年には、中国の援助で修復工事が行われ、翌1955年に、中国国鉄の小桂線と接続した。1955年から1978年までの間は、ハノイ、有遺石線と呼ばれた。 ベトナム戦争の期間は北ベトナム政府の要求に応じて中国が北ベトナム国内の鉄道の修復工事を行った。この時にザーラム駅、ドンダン駅間が参戦機上化され中越国際列車が乗り換えなしでハノイまで直通可能になった。ハノイ駅ドンダン駅、キダイラ、越南かつた上的旅生活、原西民族出版社2007年1月。 ISBN 978-7536352520からありがとうございます。